人に影響を与えるっていうのはすごくいいことじゃないですか。それの最たるものは歌なんですよ。歌って本当に人の人生に関わってくるじゃないですか。そうですよね。自分も歌うようになって、こう自分の歌を聞いて、それで人生立て直したとか、生きるっていうことをもう一回始めたとか、いろんな話を聞くと、あ、俺歌っててよかったんだって思うエピソードがいくつかあったりすると、そのシンガーとしてスイッチ入ったのってどういうタイミングだったんですか。実は大学の時、結構吉田拓郎さん大好きで、拓郎さんの曲っぽいのを自分で作ろうと思って、日記代わりによく曲作ってたんですよ。でも正俊さんも拓郎さんの影響って大きかったんですか。大きいですよね。だからたまたま俺デビューすることになって、これでドラマやるじゃないですか、とプロデューサーの人が、じゃあドラマって音楽担当っていいじゃないですか、いろんな、もういきなり頼んだのが、拓郎さんに曲書いてもらうようお願いできませんかってプロデューサーにお願いして、そしたらもう OK が出て、で拓郎さんが作ってくれて、いつか街で会ったならっていう曲なんですけどね。もう分かります、なんか大好きな人が俺に曲を書いてくれるっていうこの事件。その吉田拓郎さんにもたくさん注文いただいてるんですけれども、多かったのが落葉でした。大阪府のリュウジさん、50代の男性です。拓郎さんを好きになったのは中学生の頃、東京の深夜ラジオのザーザーという雑音の中、楽しいおしゃべりに魅了され、そこからのめり込むようにラジオを聴き、この曲も知りました。特にライブバージョンがかっこよく、会場のみんなとつながっていくのが最高です。妻恋での花火が上がった落葉は現地で一緒に見られたので、最高の思い出です。拓郎節、もうやっぱり拓郎さんのメロディーを作るときに、こうグーンっていったらいきなり下がるみたいな、そういうメロディーコンポーザーとしてのね、すごい、それもすごく好きだし。じゃあ行きましょうか、今回はその2006年に行われた吉田拓郎&かぐや姫の妻恋からの映像です。花火とありましたけれども、まさにその時の映像で、吉田拓郎さんが花火が上がった後の表情、ぜひご注目いただきたいと思います。絞ったばかりの日の明けが水平線から漏れている。苫小牧発仙台駅フェリー、あのじいさんと来たらわざわざ見送ってくれたよ。おまけにテープを拾ってね、女の子みたいにさ見上げてもらった。
し針金なくし風天暮らしのあのじいさんどこかへ会おう生きていてくれろくでなしの男たち身を持ち崩しちまった男の話を聞かせてよサイコロ転がしてさんの表情にも花火が打ち上がってます ね、 本当だよね。あの昔フォークと言われて、まあ、あのイメージ的には4畳半、あの中で生まれた音楽みたいなのって、ギター1本なんだよね。フォークギターで、フォークギター1本でずっと始まってフォークって言われてたんだけど、拓郎さんもフォークギター1本で始めたのにバンドでやるようになって、それがだんだんとそれがニューミュージックっていう名前のもとにこうだんだんと音楽が編成していくっていうのね、拓郎さんの歴史そのものがなんか、フォークからニューミュージックみたいな音楽の歴史みたいなのがこう垣間見れる感じ。4畳半からどうなったんですか。4畳半からまあどっちかというと 3LDK みたいな。もう言葉が一気に、不動産屋も大変ですね、だからまあ、 あの 4畳半で手を伸ばせば何でもこう届くみたいなその便利さもあったんだけど、意外と 3LDK 行っちゃうと、あ、こんな暮らしもいいじゃんみたいなね。渡辺さんこんなに例えお上手でしたっけ。なんかものすごい例え力が。いや本当今のアーティストにも吉田拓郎さんも影響を与えていて、与えてるでしょう、ね、絶対に。あいみょんさんもお父さんの影響でも吉田拓郎さんずっと聞いてきて、ツイッターでも吉田拓郎さんに会いたいと。拓郎さんにいろんな方々がね、影響を受けてるということなんですけど、あのビッグな方長渕さんも、ね、やっぱり影響を受けてるということで、あの長渕さんもあれですよね、あの今こんなマッチョでいますけど、前は線が細かったじゃないですか。あの頃って本当に拓郎さんのニュアンスありましたよね。本当に重なる部分ありますけどね。